こんにちは獣医師の宇治村です今回の動画は大型犬と小型犬ですね寿命を比較してみようと思いますそれでどっちの方が大型大型犬と小型犬でどっちの方が長生きするのかっていうことですね、まあ、理由とともにあの解説したいと思いますであの なかな一応定義としてはですね定義からねあの説明していきたいんですけども、まあ、どっちがね大型犬どっちが小型犬がとかって分かっおかないとよく分からないと思うんで寿命の話をされてもですねなので、まあ、あの寿命の兼ね合いからですねこう大型犬と小型犬を、まあ、今回の動画としてまあ区別したいと思いますあの諸説様々というか 人によってその定義が全く違いますので、一応この動画ではということでさせていただきたいんですけども、まず大型犬っていうのはですね、あの体重が 25kg 以上を言うのがまあ一般的なんですよね。で、体重が 40kg 以上を超えると超大型犬とい、まあ、うことが多いです。まあ、で、例としては大体こう、秋田犬とかね、ゴールデンレトリーバーとか、 シェパードとかねラブラドールとかシベリアンハスキーとかバーニーズマウンテンドッグとかバーニーズになってくると40キロを超えることもあると思いますね、まあ、ゴールデンとかだったらまあ大体25キロから30キロ30大きいと35キロぐらいかなっていう感じですね、まあ、なのでここはもうちょっとなかなか区別はしづらいおだい,いても大体大型犬の方が多いので超大型犬よりもね、まあ、大型犬としてまあこういう犬種いますよ いうことで,す、ね、でそれからえっとですね小型犬で見てもですね超小型犬と小型犬がいるとで体重1 0キロ未満をね大体指してます1 0キロ以上になってくると、まあ、2 5キロ未満ですね2 5キロ以上は大型犬なので10から25だったら中型犬で、まあ、1 0キロ未満でしかもまあ4キロから 5kg より軽い犬種だったら大体超小型犬 4キロから5キロよりは重いよっていうんだったら小型犬。だからまあ4、5キロから10キロの間ぐらいだったら小型犬っていうのが一般的ですね。で、まあ超小型犬っていうんだったら、まあ大体チババとかポメラニアとかね、パピオンとか、パピオンが2回ちょっと入ってしまいましたけど、マルチーズとかヨーキーとかね、あのそういった犬種。で、小型犬だったらパグとか、まあ、シーズーとか、えー、ジャックラセルテリアとかミニチュアシナザとか、いうことですね。 で、まあ、大型犬と小型犬でですね、まあ、寿命を比較するとですね、大体超小型犬っていうのは大体15歳くらい。小型犬だったら14歳くらい。中大型犬になると大体13.5ぐらいなんですけど、まあ、犬種で見るとですね、まあ、大型犬に入ってくるような、まあ、セントバーナードだったら、まあ、大体まあ、超型犬に入る可能性ありますけど、まあ、9歳とか、ドーベルマンだったら10歳。 ゴールデンとかだったら12歳。まあ、ハスキーも12歳ぐらい。で、まあの、超小型犬って言われてるようなチババちゃんだったら14、5歳。ジャック・ラセル・テリアは、まあ、小型犬ですけど、まあ、やっぱ14、5歳ぐらいだよと。だいたい一般的には言われております。なので、まあ、明らかに大型犬の方が寿命が短いってことですね。じゃあなんで大型犬の方が小型犬よりも寿命が短いのかと。 まあいうことになってくるんですけど、まず一つ目の理由としてはですね、えー、成長スピードが早いと、大型犬の方が成長スピードが早いから。大型犬っていうのはですね、あのまあこれ年齢の計算の仕方っていうのは本当に様々で、多分いろいろ見るといろんな情報を見るとですね、多分いろんなことが書いてあって、どれも正しいんですけども、ただそのやっぱり計算何とかしてこう一つ わかりやすくしないといけないので、まあまあ、こちらとしてもですね一つの考え方をねあのお示ししたいというだけなんですけども大型犬だとですね計算の仕方としては1歳になった時に人間でいうとこの12歳になるよとちなみに小型犬だったら1歳で人間の17歳なのであの1歳までとかで見るとですねあの小型犬の方が圧倒的に大型犬よりも成長スピードは早いんですねだいたい成長が止まるのも 小型犬の方が早いんですね。体重が増えなくなるのは大体まあ小型犬の方が早い大型犬よりは、まあ、大型犬より小型犬の方が早いんですけども、えー、そこから先ですねそこから先の計算方法がね全然あの大,型大型犬と小型犬で違いまして大型犬の場合だったらですねあのそこから先はですね1歳より先はですね、えー、と1歳引いて犬の年齢から1歳引いて7かける。 そして、さらにこの12を足すっていうことをするんですね。なので、12歳とですね、12歳多数ですね、その、えっと、犬の年齢ですね、犬の年齢をまあ X とかと言いたらですね、X からく1くして、そこから7かけるんですね。こんな感じですね。な,んかなので、6歳っていうんだったら、大型犬の6歳っていうんだったら、 ここに6入れるんで、12たす6引く1かける7するんですね。なので、12たす5かける7だって、12たす35五なるんで、47歳ってことですね。47歳になるっていう計算の仕方をするんですけど、小型犬の場合だとですね、あの その最初のこういう大型犬みたいに最初の12歳になるよっていうのは無視するんですね。なので1歳より先はですね、犬の年齢に4歳足して4かけるだけなんですね。なので、例えば小型犬の6歳っていうんだったらば、えっと、なのでこう、犬の年齢を Y とかと置くとですね、Y 足す4かける4するだけなので、例えば小型犬の6歳っていうんだったら、 五六入れるんで、まあ六足す四かける四なので、まあ十かける四になって四十歳ということですね。なるということで、大型犬の場合だったらさっき計算したように四十七歳だったわけですよね。あとまあちなみにですね、その別の見方としては他のまあ計算というか考え方があるんですけど、ちなみにえっと二歳で二歳二十四歳になって大型犬だと。 大型犬だとですね2歳で24歳になって3歳以降は7歳ずつ年取るよっていう計算の仕方もありますこの場合だったら6歳で52歳っていう計算になります7歳ずつ足していってもらうと分かると思うんですけどね24足す7足すみたいなここで3歳だなみたいな足す7足す7足すみたいな313845足すこれで52歳っていうことですねここが6歳とこでみたいな計算 あの小型犬だと2歳で24歳になってそこから5歳ずつ年取るよっていうなので、まあ、24足す5足すみたいなのやってて、えーえー、とあ29、34、39、44みたいにこうなのでまあこの計算だったら44歳になるよって小型犬の6歳だったらみたいな、まあ、いずれにしても大体いい4歳くらいで 大型型犬犬のの年齢の方が小型犬を上回るんですね最初に、あの、大型犬はですね、1歳の時12歳で、小型犬だったら17歳だったんだけど、6歳のところで見たらね、6歳のところだったら、えっと、もうすでにですね、大型犬だったら47歳で、小型犬だったら、えっと、言うと40歳、40歳か、40歳だったんで、あの、 大型犬の方がやっぱり年齢抜いてますよね。小さい時は大型犬の方が若かったけどもう4歳過ぎると大型犬の方が年人間に換算するとですね年が上になってくるというなのでまあ成長スピードが大型犬の方が速いよと大型犬の方が成長スピードは速いよということなんですねだからまあ成長スピードが速いってことはあの 逆に考えると、まあ、老化スピードが速いとも言えるわけです大型犬まあそれはそうですよね早く成長するってことは早く死に向かってるわけなんでなので、まあ、あの大型犬の方が小型犬よりも、まあ、老化スピードが速いってことですね成長スピードが速いから老化スピードが速くて寿命が短くなるよっていう考え方があります、まあ、どれも説でやっぱ真実は何とも言えないんですけどね で,次まあ、でも事実としては大型犬の方がやっぱ順は短いのは事実なので、まあ、これで、ね、ちょっとある意味考え方をまあ言ってるだけなんですけど2つ目としてはですね臓器の大きさが違うこれも事実なんですけど、えっと、大型犬と小型犬でですねその要は体の大きさあたり例えば大型犬がこうなって小型犬がこうだったとしたら臓器の大きさの比較すると例えば。 例えばですけど、めちゃくちゃ極端に考えたら、小型犬だったら臓器が半分占めるよみたいな感じだったとしても、大型犬はですね、小さいんですね。この大きさあたりで比較すると、小さいんですね。例えばこう3分の1ぐらいしかないよみたいな感じです、臓器が。そんな感じで考えてもらったらいいですね。だから、その臓器の重さだけで見たら、単純に比較したら、それは大型犬の方が重いと思いますけど、でもその体、大きさあたりで、 例えばこの大型犬をですね小型犬のサイズに持っていたとしてもやっぱりその臓器の大きさは3分の1しかないってことですだからこんだけ触るよってことですねこんだけ触るよと小型犬がこっちで大型犬こうだったらこうなるよってことです大,大きさを同じにしたらこう大型犬の方が臓器はちっこいよってことです なるととどうなるかっていうかいですね例えば腎臓とか肝臓とかって考えたら、まあ、体の悪いものをですね体の中に入ってきた食べ物だっていいものもあれば悪いものもありますしあの全部をそのいいものだけを食べるわけにはいかないわけですねやっぱり何か悪いものはだって口に入ってしまうことはあるわけですね。それを,そういうのをまあ老廃物と考えた時に老廃物をですね肝臓とか腎臓で処理をするわけなんですけど。 やっぱり体が要は体の大きさに比べて臓器ちっこい大型系の方がですね処理大変になりますよねちっこい体ちっこい臓器で、えっと、処理しなきゃいけないんで負担がでかいわけですね大型系の負担が大きくなるよと負担が大きくなるよと臓器の負担が小型系より大きくなるよ負担が大きいからやっぱ最終的にガタが来やすいわけですねあと心臓で見てもですね 心臓っていうのは全身に血液を送るポンプなわけですけどやっぱりそのさっきも言ったように大型系脳が、まあ、臓器は小型犬と比べたらですね大きさあたりで比べたらちっこいんであのねとは言えですね大型系脳が体が大きいのわけなんで、まあ、血液を送る負担っていうのはですねあ血液を送るときにやっぱ心臓頑張らないと全身に送れないわけですね、まあ、人間だってちなみにですけどあの 寝てた方が立ってた時よりも寝てる時の方が立ってる時よりもあの心臓の負担はち小さいですねエネルギーの消費が小さいって言われてますだからまあ風邪ひいた時なんかはね寝てた方がいいよっていうのはそこなんですけど立ってる方がしんどいんでやっぱエネルギーを使うんでその体を治す方に働かないんで寝てた方がいいってよく言うんですけど まあそれは寝てる、立ってるの話ですけどまあ体の大きさ的に見てもですね体が小さい方が心臓はそんなに頑張らなくていいわけですね。で体が大きい方が心臓頑張らなきゃいけないのに小型犬と比べてですね大きさで比べたらですね大型犬の方が心臓あのち,ちっこいわけですね。なので負担がでかくなるわけですね。だから やっぱり心臓のガタが来やすいから大型犬の寿命は小型犬より短いんじゃないかっていう説もあります。ちょっとややこしかったかもしれないですけど。えっと、で、3つ目の、まあ、考え方としてはですね、IGF の1因子っていうのがあって、まあ、インスリン用成長因子っていうんですけど、まあ、あのこの米国のです、ね、アメリカのですね、国立衛生研究所の国立ヒトゲノム研究所の研究者によるとですね、その、 IGF-1 因子の分泌が多いほどですね、体が大きいと。大型犬だとそ。あの、大型犬ほどまあこういう分泌が多いですね。それほど、そういう子ほどですね、ためになりやすいっていう、まあ、データがあるんですね。なので、まあ,あの、IGF-1 因子もその寿命に関係してるんじゃないかっていう、まあ、説と言っていいと思うんですけど、あります。なので、まあ、以上3つの、まあ、理由から一応、その、 え大型犬の方が小型犬より寿命が短くなるんじゃないかとは言われてますけど、ただ、とり,とりあえず事実、事実としてですね、事実として、まああの、大型犬の方が寿命短いよと、大型犬の方が寿命、小型犬よりも寿命短いよと、検視で見たときに明らかに大型犬の方がね、小型犬よりも寿命短いので、まあそういう話でしたってことですよね。以上、この動画参考になったよという方はね、 いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。モチベーションが上がりますのでよろしくお願いします。それでは失礼します。